じゃあストップガンチャンネルの断密です。いやみっちゃんでしょ。いやここが断がついてる。ああそういうこと、うん、断密ちゃん2ブロックにして断密。大人の色気もうちょっと足りないけど、ね、断密断密3密じゃない。さあ水の密それダメなやつじゃあ今日は何をやるんですか。今日はだから奥歯の割り出しをやって、うん、一応みんなに見せたいなと思ってます。うん、ナンバーシーズンだもんで、うん、みんながねいろいろセットしてあると思うさ、うん、で割り方が分かんない卵で出すのが自分ら基準だけど基本になってるさ、うん、けど分からないから幼虫で出すって人が多くて、うん、幼虫が食べちゃうとポロポロ取れるじゃん、うんうん、そっか。だけど割りやすくなる。あの大型血統を狙う人らは、うん、卵で本当に初齢の本当に生まれたてか、うん、卵で取り出して、うん、孵化時期をある程度揃えてそこからボトル投入するさ、うん、卵で取り出すメリットって何があるの。木の中を幼虫は移動しちゃうさ、うん、まあ食べるってこと。そう、木を食べながら幼虫が成長していくから、うん、産んだ部分からどんどん進んじゃうさ、うん、進んでしまうと幼虫を潰してしまう可能性もある。埋め込みの跡がちゃんと残ってるから奥歯は、うん、その埋め込み跡を覚えれば、うん、卵があるとこが分かる。それだけ。うん、それで卵を産んだ跡が分かるってことは、うん、万が一幼虫になってってもそこから追えばいいから、うんうん、やたらに真ん中を刺したりしなくていいさ、うんうん、卵あるよって言ったらこっちを割って、うん、例えばこう角にこうあったとしたらここに卵産んであってこっちも産んであったらどっち割るかなっていうさ、うん、先の順番も決めたり、うんうん、あそういうことで卵で割りやすいの。そうです。そして卵だったら幼虫と違って幼虫自体だとちょっと傷つけちゃったりもするけど、うん、卵を傷つけることは少ないから、うん、あとあれの餌とかもさ、うん、卵からのが管理しやすいとかはない。餌ほらだからさ幼虫だともう、うん、例えばさ、うん、孵化してから1ヶ月間経ってからあれじゃんこう割り出すと、うん、まあ1ヶ月分その何だろう産卵木を食べてるわけじゃん、うん、のせいで伸びづらいとかはないの。その可能性もある。まだそれでもさ、うん、2例ぐらいまでの間に出せば、うん、ある程度大きい型を作るにはつくと思うさ。あ、そうなんだ。だけど万が一それがさ割りやすいからって3例まで置いちゃったりすると、うん、もうあまり大きいのは望めない。へえ。じゃあ別にじゃあちょっとぐらい木食わしても、うん、大型にならないってことはないの。ならないってことはない。あ、そうなんだ、うん、ずっとそう思ってたわ。だから卵かなと思ったけど、うん、そういうわけじゃないんだね。管理の問題だね。そうか、管理しやすいのか。そう、カビとかも分かるし。それもちろん卵って上に転がしておくもんで、うん、それが孵化したのを確認していけば何個孵化したかなって言って、うん、今度、まあ、通販で買うにしろ、うん、あのショップ行ってボトル買うにしろ。ああそうかそうか、それを揃えて買いやすい。幼虫で割り出すとすぐにボトル必要だけど卵だったら個数が分かってからちょっとの間猶予あるから、うん、で幼虫が帰ってもそこから10日ぐらいの間にボトルに入れ替えていくから、うんうんうん、だからもう幼虫になったの確認して何匹幼虫になったやつってそこから入れ替える。なるほどね。25度ぐらいで置いとくと初齢幼虫はもうまあそうだな3週間から1ヶ月だと2例入っちゃうから、うん、じゃあこのまま置きっぱなしにしました、うん、1ヶ月半経ちましたって言って出すと、うん、もう初齢幼虫の後期になっちゃってるさ、うんうん、それまだ初齢幼虫でこっち投入できればいいけどそれが2例になっちゃうと食べてってもあんまり大きくない。え、実際初齢から入れた方が2齢から禁止に入れるよりでかくなるの。なりやすい。あ、そうなんだ、うん、最初もたもたするような感じがするけど、うん、実際これまあ確かに2齢幼虫からこれいくと、うん、20g 後半から30が出てきたりするさ。あ、いきなりでかくなる、うん、でかく感じるけど、うん、こっちへ今度入れた時に、うん、その成長が止まってたりする。じゃあ最終的な伸びは初齢からちゃんと禁止に入れてる方がいいってこと。初齢からこっちこれに入れると、うん、30手前でみんな25とか、うん、28とくらいで変わるけどこっち行くともう35以上になってる。うん、なるほどね、うん、最初ねちょっと割り出しの時に、うん、あ準備する。うん、加水したマットをねちょっと用意しとくさ。だいたい10% ぐらいの水をこれに乾いたマットのところに足してこれをね、割り出しは埋め込みマット使います。あ、これは卵保管用ってこと。そう、卵を孵化させて最初の初齢幼虫が、うん、初齢幼虫ね、10日ぐ、まあ1週間から10日かな、ちょっとここの中保管するので、うん、このえ、その中に卵を入れるの。そうそう、そのケースの中に卵は父これだよこれだよ。そういうことね、うん、びっくりした。これだから加水しといて、これに詰めやすいじゃん、うんうん、で、普通のマットだけを詰めて、うん、これ霧吹きなんかで2、3回こう煽ってやってもいいけど、うん、
もうどんどん割っていくから、うん、最初にこうマット用意しとくさ。ああ、そういうことね。まあ、使わなかった分捨てなきゃなんないっていうのもあるけど、うん、まあ、自分らたくさんあるから、うん、ずっと使えるからどうせ混ぜちゃうさ。まあそっか、フィルムケースで保存するんだね。そうです。富士フィルム製の、あの富士フィルム製のフィルムケースです。ほんとよくわかったじゃんこれ、うん、この適当に言ったわけだけど、このいい音するやつフィルムケースね。富士フィルムさ。そうなの。そう、メーカーによって音違う。うん、それない人は、ない人はっていうかほとんどないとは思うけど、うん、あのこういうプリンカップってやつを使って、ね、まあ、幼虫とかもこれでみんな保管してるもんね、うん、ソースとかケチャップとかさ入れてお弁当に入れるこの容器を使います。た、うんうん、だ自分の場合はもうこれが主流なので、うん、これを使います。そっか、はい、これは捨てます。いや捨てなくてもいいと思うけど、うん、他のに使ってよ。そうだね。え、それいきなり禁止瓶に卵入れちゃダメなの。卵はね、菌が卵を巻いちゃうさ。あ、そうなんだ。うん、なりたけだからバクテリアも弱かったり、うん、キノコの菌も弱いものに入れてやった方が孵化しやすい。うん、こんな感じです、状態は。うん、うん、結構なんかかわじられてる。これどれが埋め込み跡かわかるかな。パッと見てわかる人はすごいね、もう慣れてる。こことここがもう埋め込み跡で、うん、こことここが一応卵出ると思います。どうやって埋め込み跡ってわかるの。オオカガタのメスってこういう感じじゃん。うん、この並べてみるとここの目の近くまで掘り込むさ、卵を産むときに。ここオオクワのメスってさ、うん、こういう形してて、ここを掘って自分の歯で、うん、でそこの奥に卵を産み込んで埋めるさ、またここを穴を、うん、でこの幅だいたい頭の目のとこまで掘るから、うん、その幅になってるさ。へえ。ちょっとここ割ってみるね。うん。あ、これで。虐待だ。で割るときね、大事なこと。ここを例えば卵出したいなと思ったら、こっち側まず見る。小口の方。うん。こっち側にも埋めてある可能性があるから。ああ。なんかここちょっと怪しい。本当だなんか。うん、こういう粉が出るさ。ここもそうなんだけど、ちょっとこうすると粉がポロポロ出てくるさ。何、オオクワが粉を詰めるの、そこに。これはメスが詰めた粉です。へえ。でさっき言ってたここをちょっとじゃあ割ってみます。こういう向きに割りやすいから、うん、これここまでじゃん幅が、うん、そしたらここ刺してこういくさ、端っこの方が、ね、その対角線というか、うん、延長線のこのね通りで、うん、縦にこう割れるから筋で、まあ、木はね、うん、な空間があるんですか。ね、もう隙間できてきた。こっちまでパカンって割れないようにここら辺刺しとくさ。おお、ほんとだ、綺麗に割れた。これ見て。おお。卵出てるの分かる？うん。そしてこれ合わせてみるとメスの幅になってない。あー、ほんとに目の深さまでってことね。うん、ちょっと卵が綺麗だから一回ちょっと取っちゃっていい。そうだね、噛みつぶしちゃうかもしれない。うん、せっかく今ちょうど詰めたのでこれでいます。こういう感じ、卵が転がってるら。これは埋めなくていいの。埋めなくていいです。ここで卵が孵化して、うん、で、これ密閉容器だから、うん、中の湿度は一緒だからもう、うんうん、で、これちょっと穴開けてやるけど実際、新品は穴開いてないので、うん、ただ、目が詰まったりしてるとこもあるのでちょっと穴を、まあ、2、3個あればいいと思うけど一応小さめの針だもんで、うん、いつも5、6個開けてます。うんうんうん、今の説明するね。これさっき掘ってあったのがここの位置じゃん、うん、これ突っ込んでみこう。あー、本当にちょうど目までの深さね、うん、目の深さまで掘り込んでその先を潰したら、うん、そこにバックブリーカーって結ぶ。なんか去年も聞いたぞ、バックブリーカーって。これをバックブリーカーの法則と言います、うん、じゃああれだな、メスって、うん、頭の形とケツの形と同じになってるんだね一緒ではないけど、だから頭の形でまで掘って。そうだね。あ、じゃあそうすると前後一緒。だからあれだね、ラグビーボールとかメスは、ね、ラグビーボールにも似てるし、うん、あのコペンにも似てる。コペン、あコペンねコペンだって前から見ても後ろから見ても全く同じデザインだね車好きしかわかんねえ、うん、バックしてるんで、うん、そこをまた自分で埋めるんだ。そう、じゃあもう一個やってみるか。じゃあ埋め込み跡はその顔の形になってるってこと。顔の大きさで、うん、できてる。だからもうもちろんあれだよ、顔が入るだけあってさ、この
厚みも顔の形大きさだから、うんうんうん、ピタンってここまでさっき木があったじゃん、うん、木をくっつけてみるかこうなってたじゃん、うん、ここにズバッとはまるとほらぴったり本当にはまるわ本当にちゃんとはまるねねぴったりだろ、うん、そうやって割ってきます。なるほどね。じゃあ続いてちょっと割っていくよ。他にちょっとね今ここを割ろうと思うんだけど説明しやすいように、うん、どこの位置だかをちょっと書くね。うん、うまく出ないかな。メスは、うん、ちょっと黒っぽくちょっと縁だけ塗るよ。なんかその隣もケバケバっぽくなってくる。そうそう、ここもほじってあるさ。あ、じゃあそれ、あ、じゃあ重なってるんだね、うん、そうそう、こっち自分で産んだとこがはっきり分かってないから。あ、同じ場所に潰したんだよね、また同じ、うん、一応こういう感じです。メスのここも幅にこうなってます。本当だね。で、これを割るとさっき言ってたように、うん、ここから入ったんだったらこれちょっと頭ここ潰してあるから、うん、ちょっと奥まで入ってると思うさ、うんうん、もうすでに5ミリぐらい下がってるじゃんここが、うんうん、で5ミリ向こうで、しかもそうすると目の位置より5ミリだからちょうど首の辺まで行っちゃったと思うさ、うん、で断面ちょっとどの辺の深さかちょっと線も描いてみて。こうなってるじゃん、うん、ね、こうなったらこっからここら辺にもう卵があるよっていう感じ、うん、まあ横線でピーってそこの割ってなくなっちゃうかもしれない。そう、いやそこになかったらなかったら俺嘘つきってこと。もう一回調べてみよう。大体いいね。うん、うん、俺は外れると思うけど。でもそこ2つある可能性あるってことだよね、その隣のやつも下段に、もこれはねちょっと下段になってると思うさ。あ、ほんと？お、ちょうど線のところじゃない。でも本当に、おお、すげえ出てきました。ちょっと線よりこっちだったね。うん、まあだからメスのでも頭の深さだね、ちょうど、うん、こんな感じです。ちょっとだけど目よりちょっと奥じゃん、ここが、うん、ここがもう取れちゃう。そうだね、5ミリ深くってさ、うん、こんな感じです。おお、本当だ、これぞプロの技。うん、慣れればね本当誰でもできる、うん、この埋めてある跡さえ分かれば、うん、でさっき言ってたのはこっち向きに埋めてあるから、うん、これより下段に入ってるから、あ、さらにちょっと深めにある、うん、そう、よく傷いっぱいついてるって言うけどさ、うん、これも見てみ、これ埋めなかった、埋まなかったとこさ、あー本当だ、頭の幅で削ろうとしてるわけじゃん、もう。そうだね、でもちょっとだから顎の部分の幅だもんね、うん、深く掘らなかった。でこの横もそう、みんなそうだよ、ほら。じゃあこれは埋もうとしたけど諦めた場所だ。そう、それもね、オスが入ってるからって場合もあるさ。あ、邪魔されたんだね。うん、じゃあね、もう一回同じような感じで横のやつが一番説明しやすいからここ行くか。そこも産卵根？産卵根。へえ、よくわかんない。ここね。うん、これが産卵根。パッと見て産卵根って慣れてないとわかんないときはこれ擦るさ。うん。こうすると音楽図がポロ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 。あ、本当だ。それ自分で埋めた方がなんだ。うん。おお。じゃあさっきのマッキー聞いちゃったけどね。うん。いい、これはね、うん、今埋まんだとこだよってやつ。じゃあこれは。ここまた突っ込むとこうなってるじゃん。うん。これね微妙なんだよね、斜めだから。まあ垂直に真下に埋まなくてちょっと斜めの場合もある、うん。こうだから。今この辺かな。うんうんうん。ちょっとこれより手前ぐらいかな。となると思います。それぐらいの深さにある、うん、もうちょっと長く見とくか、うん、深いとね大きく割るからこういう感じです。なるほどね。まあ俺はないと思うけど、やりました。まあぴったり、おお、こうなってます。ほんとだ、なるほどね、線の上にありました。うんうんうん、へえ、そういう感じなんだ。そういう感じでいきます。まあでもじゃあこれが分かれば深さと産んであるそのポイントだから、もうそう、これで卵で取り出して、うん、もうね、そうだな、初めてやった人10個ぐらいやれば多分ねだいぶ分かってくると思うから、そうだ、うん、だからあんまり心配せずに
今のこのイメージで、うんうん、分かんなかったらメスをかってみればいいさ。あそこのとこちょっと削って、うん、音楽図出てきたなと思ったらペタって。まあ失敗してもね、その後成功するようになれば。そう、そんなみんな失敗するってこれ一番分かんないやつだ。これ産んであるの分かんないな。どれ、ここら辺取って取ってて、うん、これ産んであるさ、うん、これ平らすぎて埋め込みがうまいメスはない、全くた真っ平らにしちゃうもんね。ほんと、じゃあこいつあれだよ、ちょっと待って、埋め込みがうまいんだね、これは。これ潰さないでちょっと出してみるから、これをメスが埋めたやつを全部ほじって、ねえ、卵を傷つけちゃうとまずいけんね。面白い出し方するってこと？うん、で割らないってこと？そこ割らない。へえ、メスがやったのを逆にやってるだけで。お、なんか空間がある。うん、見えてきたな。これね、キーサー利用するときは、うん、全部卵抜いちゃうさ、これで。あ、そうなの？割らずに抜くってこと？うん、そうか、そうすればもう一回使えるもんね。まあしかも同じメスで使うから最悪残っててもいいしね、卵、うん、出てきたほら。おお、すごい。あとこれ、これタイペスト紙を折ってスプーンにしてあるんだけど、これってね、すくうこともできるんだけど、うん、ここの部分で挟むことができます。ああ、なるほどね。こうやってちょんなあ、じゃあ一応スプーンと箸を兼ねてるんだ。あ、まあね、卵拾いスティック。それスティックなのか。一応これ、うん、こういう状態で保管して、うん、全部一応取り出したら、うん、時々これ観察するさ、うんうん、まあ1日に毎日見ればそれでいいと思うさ、うん、みんな見たいだろうからで、これ蓋開けて見て、卵なくなってるかなって見て、うん、なくなったものから日にち書いてもいいし、丸つけてもいいし、うん、で全部が孵化するにしろ、最後ダメになっちゃったら黒くなるやつもあるさ、うんうん、それでも一応ある程度が帰ったら、一応それで下に潜って1週間から10日したら禁止ボトルに入れます。うん、あ、なるほどね。うん、まずはこうやって卵で保管する方法をみんなには覚えてもらいたいです。うんうん、それではこの卵を、うん、孵化するのを時々確認して、うん、今のところは孵化を祈るだけみんなも祈っといてよ。それではサラダバートップガンお便りのコーナー。いや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 、そういうのは編集で入れるから。マジかよ俺がやった方が面白いと思うんだけど、まあ今日土曜だけど、うん、あ、今日、それではまずもういきなり変わるタイミング掴みづらいね、俺ね。お便りが来たんだね。そう、みっちゃんに。うん、お便りと絵のプレゼント。それ宛名間違えてない？間違えてないよ、だってちゃんとトップガンって書いてある。トップガンのおっちゃん絵って書いてある。ほんいつもはいろいろ教えてくれてありがとうってこっちが書いてあるし。あ、ほんとに。いつも幼虫を見てくれてありがとう。あ、幼虫見てくれて、うん、世話してる。世話してるかどうかわかんないけど幼虫は見てる見てる。うん、じゃあちゃんとあれだね、うん、ここに届いたんだ。そうだね。とりあえず紹介したいと思います。一つ目はこちら。お、平田。うん、よくわかったね。顎がすごい特徴的で、うん、ちょっとギザギザ入ってて、こう頭順がね、ちょうど、うん、平田の形してる。おお、すごい、ちゃんと特徴捉えてるね、うん、よく見てると思うね。へ、それでトップガンのおじちゃん絵じゃなくて、トップガンのおっちゃん絵ってのが、うん、なんかローカルっぽくていいね、うん、おっちゃんっていう感じも ね。いつも幼虫を見てくれてありがとう。ありがとう、ハートに入っちゃってっかね。おお、ハートに入っちゃってっかねこれね、まあ意味はないと思うけど、カンナよりって書いてあるけど、ここに可愛いクワガタも書いてあるさ、うん、これ可愛いね。すげえ、うん、腹筋割れてるね。腹筋じゃなくてこれ羽だよ。でこういう感じが可愛いと思う。うん、可愛い ね、うん、ね。なんか逆に俺自分の店のキャラクターの絵にしたいぐらい。うん、でもこれは結構ありだね。うん、いいね、デザインも本当いいと思う。うん、でこれだけだと思ったら、ここにちょっと裏に変わったのがまだあります
トップガンのおっちゃんやってやっぱ書いてある。これは何なんだ。これは摩訶不思議さ。でもこれおっぱいついてるけど。おっぱいもついてるけど豚みたいな顔もついてて目が欲しい。これは何だろうね。これ想像による俺なのかな。あーイメージ的な、うん、ちょっとおむつみたいなのも入ってるようにも。あ本当だ、うん、へそはバッテンになってるし。これはちょっと今度聞いといた方がいいんじゃないの。今度来たらね、ぜひとも聞いてみたいと思う。これは何だ。もしかしたらこういうキャラクターのアニメがあるのかもしれない。俺分かったわこれどういうことか、うん、あのさこれあれ自由帳ちぎってあるじゃん、うん、で、うん、自由帳にいっぱい絵が描いてあって、うん、それの裏面にトップガンのお便り描いたんだよ。あーそういうことか。これは俺宛てに描いたわけじゃなくて。じゃないと思うよ、うん、たまたま描いた面に描いちゃってあったってこと。そうそうそう、だからそうそうそうだと思うけど俺の予想は。だからこっち側は色塗ってあるけどこっち側はそう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 素書きのまま。そう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 。ああそうか。あの家にある自由帳の、うん、俺も子供の頃両面に書いてたから片面だけじゃなくて。確かにそうだね。これは先にもう書いちゃってあった絵なんだ、うん、だと思うけどね。でもこれがキャラクターなのかアニメのキャラみたいなのか今日の聞いてみたいと思います、うん、そ想像して書いたんだったら俺すげえ面白いと思うよ。まあね、ね、うん、センスはあるね、うん、だってこのクワガタのね、電ボみたいなのと、うん、これが描けるんだね。そうか、これはなかなかセンスあるね、うん、ね、うん、一応カンナちゃんからこういうのもらいました。うんうんうん。で、じゃあもう一つ紹介したいと思います。もう一つはこちら。うわ、すげえ。アップで描ける。あ、アップで描ける。アップで撮れる。すごいね。これはね、なんか書いてあるな。あのカメレオンに食われそうになってるけど店が。そう、いつもいろいろ教えてくれてありがとうございます。 YouTube も応援しております。応援しています。カメレオンすげえね。うん、うちの店を食べるぐらいの。あのクワガタとカメレオンに襲われてバックもよく見てちゃんと富士山になってる。うん、ほんとだ。で、クワガタを食べないで店を食べるってどういうこと。確かに、ね、じゃあクワガタとカメレオンに襲われてるじゃん、うん、店が。あ、そうか。クワガタにも挟まれかけてるしね。でもこの潰れそうな感じもすごいちゃんとかけてるね。ここなんか吉津がいつもさ、うん、ね、斜めになってるからね、うん、でこのブルーシートのテント、うん、これもすごいよ ね。テントなのにブルーシート貼ってあるっていう。そうそう、テントゼリー乗ってるカゴ緑だからね。ほんとに細かくかけてる。ほんとだ。俺だけすげえ上手になんか気合い入れて描いたみたいに綺麗になってるけど、うん、子供なのか大人なのか分からないさ。あ、そうなの。うん、後ろにね、小春ですって書いてあるさ。うん、子供だか大人だか分かんない小春さんからもらいました、うん、これ遠目に見ると大クワが写真だわ。ほんと？うん、近くで見ると絵だな。いやまあそれはそうだね。それはそうだけど、うん、でも上手だよねやっぱね、うん、へえ、すごいね、うん、モテてます。じゃあまた、うん、またこういうお便りが来たら紹介したいと思います。それではソロどうも。